った。薬ができたね。チップのおっちゃん。え？具合が悪いのに働いてるの？俺がいなきゃ店が回らねえって。そりゃそうだけどさ。早く薬を飲ませなきゃ。やお、無事だったか。し、寝てなきゃダメじゃないですか。なーに、厨房に立てばなんとかなるもんさ。フライパンを振ってりゃ熱なんか感じなくなるしな。ぶっ倒れたら意味ないって。さっさと薬を飲む。早く。おう、こいつはよく聞くんだよな。ありがとうよ。よっ。はあ。引退したが、俺だって元冒険者だ。ピンチの時ほど燃えるってもんよ。だが、お前たちが薬草を取って無事に戻ってくるとはな。魔物と戦ったんだろ。エナがいたとはいえ大したもんだぞ。倒した魔物はかなりの大物だったよ。私がその場で二人をライバルと認めるほどのやつさ。そうだな。洗礼ももう済んでいるんだろう。あの場所から薬草を取ってこれるくらいなら、冒険者として旅に出るべき時だろう。冒険ですか？成人したら誰もが冒険者として旅立つ。それは定めだ。生きていくために世界中の誰もが一度は武器を手に故郷を後にするんだ。そう。すぐ逃げ帰ってなあ、エナ。そう。これでも。じゃあ、冒険の門出を祝って一杯おごらせてくれ。今日は世話になったしな。私も？いいとも。もう一杯だけだから。乾杯。世界が私に与えた試練に、栄光への道に乾杯。エナさん、飲みすぎでは。冒険ってのはね、ライバルがいた方が燃える。わ
かる。負け。はあ。じゃあ、そろそろ出ようか。よう、ぼうき。そ。じゃ。お前の。あとな、俺のことは冒険師匠と呼ぶがいい。